ホワイト餃子を焼いていきたいと思います。冷凍された餃子をまず解凍しないで1個ずつ外してから、フライパンを温めないで目玉焼きを作る程度の油を引き、餃子を並べてください。点火と同時に熱湯を餃子が8分目潜るくらい入れます。ガスは強火に点火して落とし蓋をします。8分経ってないんだけど、お湯がもうなくなってきたので、餃子を8分目ぐらい潜るぐらいこれから入れたいと思います。我が家は米油、餃子の8分目ぐらいまで入れます。これ以降フライパンの蓋はしないでくださいね。2分経ったら減った分の油を補充して、餃子がまた8分目潜るぐらいにしてください。あと1分ぐらいしたらまた油を追加したいと思います。なんか焦げてきてますね。大丈夫でしょうか。そこが焦げ茶色になりましたら、油を他の入れ物に移して台返して取り上げてください。ガスの火力によって多少違いますが、15分くらいで焼き上がりますとありますが、もうなんかだいぶ焦げてる感じがしますね。今回思ったほど焦げてはなかったみたいですね。ちょっと焦げてるかな。でも美味しそうに焼き上がりました。それではいただきます。では出来上がりました。ホイボールで乾杯。いただきます。太郎も匂いにつられてお隣に来ましたね。ちっちゃな分はないよ。はい、残念ないです。